ニューシス、人気ボーイズグループストレイキッズが、9枚目のミニアルバム、アテ、で、通算7つ目となるマイレコード産業協会、リア、のゴールド認定を獲得した。写真、ストレイキッズオールブラックでカリスマ炸裂。18日、検知時間、以下同じ、ニリアの公式ホームページで発表されたところによると、 ストレイキッズが今年7月19日にリリースした、あてがゴール認定を受けた。リアは、米国内のシングルとアルバムの販売量に基づき、ゴールド50万枚以上、プラチナ100万枚以上、マルチプラチナ200万枚以上、ダイヤモンド1000万枚以上に区分して資格を付与している。 ストレイキッズはこれでシングル部門の神メニュー、マニアック、バックドア、ソリ君とアルバム部門のコスター、ラクスターに続いて、あてまで計7つのリアゴールド認定を持つことになった。